はい、どうも。今回紹介するのは青島の、もうこれ今ないです、 S パッケージバージョン R で見てもらってわかるかなというふうに思いますけども、ガレージベリーの NB8C ロードスターですね。これ何回かね、取り扱い、新品で取り扱いしたことあるんですが、一応キットレビューないかなと思って、過去動画とかもね、チェックしてみたんですけど、なかったので、多分してなかったんだと思います。が、まあ、紹介させてもらおうかなというふうに思います。多分これもそのうちチューンドカーシリーズで出るんじゃないかなというふうに思いますけどもね。よいしょ。まあ、ちょっと前にね、モデルカーシリーズで紹介させてもらったばかりなのでね、パーツ構成としては、そんなにね、あ、でもこれ、ハードトップしかない。モデルカーシリーズの時はここにね、ソフトトップがありましたけど、こいつはハードトップしか入ってませんね。で、バケットシートと、ロールバーと、前後バンパー。これバンパー後ろ切らなきゃいけない。かぶせるの？あ、バンパーカットされてる。バンパー切られてる。あ、これ、あ、違うわ。前のオーナーさんが切ったみたいですね。あ、中古です、これ。中古です。本当はかぶせバンパーなんですかね。で、内装パーツ。ガレージベリーのデカール。と、フロントバンパーですね。そっか、これお手つき品か。で、ホイールはね、P37 っぽい。これピンタイプのホイールが。見えますかね？入ってます。よいしょ。ただ、車高はノーマルだったはずです。これ普通に組んだのね。足回り部品とかは、普通の共用のやつが入ってるので。ん？もともと切ってあるのか、これ。どっちだ？でも、バンパー、リアバンパーカットしますって書いてないから、どっちなんだ？元から切られてたのかな？いや、ちょっとわかりませんが。一応、これ見ると、でもなんか、メーカーで切ってんのかな？メーカーで切ってるにしては、ちょっと切り口が、みたいな感じですけど。あれ、どうだったかな？普通に新品で取り寄せしたとき。もうこれもね、だいぶ作られてないのでね、ごめんなさい。今パッと思い出せないんですけども。切られてたかな？まあいいや。一応ね、こういう感じで、バンパーをつける。みたいな感じのね、なってますね。よいしょ。まあ、あとは、下回りの部品とかはね、共通なので、特にそんな違いはないですが、ロールバーはね、こんな感じで。ね。これね、シート形状から察するに、マツダスピードバージョンのシートっぽい感じもしますけども。よいしょ。多分、どうなのかな？これも、再生産っていうか、まあ、チューンドカーシリーズに切り替わりそうな気もしないでもないので、されたらね、された時にまた、よいしょ、ないかなっていうふうに思いますけども、よいしょ。というわけでね、これは絶版キットですけども、こういうね、箱がボロボロだったりとかしますんで、よいしょ。はい、というわけで今回紹介させていただいたのは、ガレージベリーの、NB8C ロードスターでした。ご視聴いただきありがとうございました。